こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。クフェアについてお伝えしたいと思います。本日もよろしくお願いします。クフェアの原産地は熱帯から亜熱帯のアメリカです。草の丈は30センチから1メートルあります。開花期は5月から10月。クフェアの仲間は250種類もあり、小型で剪定をしてもすぐよく新しい芽が出てきますのと、開花期が長く常緑性のため生け垣や花壇植えにも人気があります。植え場所、置き場所ですが、日当たりが好きですが、半日陰でも育ちます。ただよく日の当たる場所の方が花のつきが良くなり、株もコンパクトにまとまります。またクフェアは体感温度は5度 C でそれほど強くありませんので、寒い地方では霜が当たると枯れてしまうことがありますが、10月中に鉢植えにして室内に移し、庭植えした株も掘り上げて室内の明るい場所に置きますと冬越しも可能です。ただ関東以西の暖かい地方では戸外で冬越しは十分できます。そして寒さでこの葉が全て落ちても、低木の種類は春暖かくなりますとまた葉を出して成長することもあります。ちなみに私の住んでおります関西地方ではクフェアが近年戸外で冬枯れたことはほとんどありません。次に水やりですが、鉢植えの場合この土の表面がよく乾いたらたっぷりとやりますが、クフェアは加湿を嫌いますのでやりすぎないことが大切です。特に冬越しの場合は休眠状態でほとんど成長しませんので、乾かし気味に完了して土の表面が乾いてからなお2、3日置いてからやります。庭植えの場合は通常は雨に任せて水やりの必要はありませんが、夏の日照りが続いて乾燥のひどい場合はやはり必要となります。そして鉢植えの場合、真夏は乾燥が早いので朝夕2回の水やりになる場合があります。夏の水やりで気をつけることは、日中のカンカン照りの中水をやりますとこの鉢の中が煮えてしまって根を傷めますので、早朝の比較的気温の低い時間帯や夕方の少しでも気温の下がった時間帯にやるようにします。このことは地植えの場合も同じです。次に肥料ですが、春から秋の成長期には窒素リン酸カリの等量のものか、また少しリン酸分の多めの環境性のこのような化成肥料、これを春1回と秋1回ぐらいやっていただくとそれで十分です。植え付け植え替えですが、庭植えの場合は水はけの場合を避けて、あらかじめ腐葉土や堆肥を土によく混ぜ込んでおきます。そして数株を地植えするときは株と株の間を約30センチぐらい空けて植えてください。また冬越しした鉢植えの場合は根詰まりをしますと生育が悪くなり花のつきが悪くなりますので、1年から2年に1回は一回り大きな鉢に植え替えが必要です。植え替えの用土ですが、鉢植えの場合は市販の花の土で十分使えますが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土7に腐葉土3ぐらいの配合が良いと思います。植え替えの適期は4月から5月です。あと日頃の手入れですが、枝が伸びすぎてきましたら花の終わった後切り戻しをします。クフェアは切り戻してもすぐに新しい芽が出ますので、切るときはこの根元までバッサリと切られても大丈夫です。同時にクフェアは枝が込みすぎてきますと特に梅雨時など蒸れやすく、害虫やカビなどによる病気が発生しやすくなりますので、混み合った枝や葉は透かすなり切り戻すなりして風通しを良くして、また傷んだ葉っぱや終わった花の花柄はまめに取り除くようにしてやってください。以上、今回はクフェアについてお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。疑問な点やご希望等ございましたらコメント欄よりお願いします。また今後もお役に立てる園芸に関する動画を配信させていただきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。